魔王からは逃げられない。まあまあ、か弱い女の子の頼みはちゃんと聞くのが男の子ってものなのですよ。ほら、今日は私日直だったじゃない。それで届けようと思ってなっちゃん探してるんだけど、職員室にいないのよね。それも考えたんだけど、大問題なことがありまして。急いで帰らないとアニメの再放送を見逃しちゃうのですよ。2は録画しながら7で見るものよ。 CM カットもしたいし。1を聞いて10を知る、そんな土見くんがすっごい。最近のアニメを侮っちゃダメなのですよ。内容よりも設定、娯楽性よりもドロドロとした人間関係、もう見ているだけでツッコミどころ満載。いろんな意味でネタの宝庫なんだから。感激なのですよ。それじゃお願いね。ちいか、すまんな、少しぼーっとしてた。残念ながら養護の先生はもういない。今日ももう終わりだしな。大丈夫だ、終わったらさっさと帰って休むことにする。それでツッチーこそどうした。わざわざすまんな。それじゃあ私はこいつを確認したら帰ることにするよ。
つまんな。教師が生徒に背負われるというのも、ツッチーはこういった行為は慣れているのか？いや、誰かに背負われたことなど子供の頃以来なんでな。まあ、私自身は全く慣れていないのでな。どうしても緊張してしまいや、ここまで運んでもらえれば大丈夫だ。
すまんな。手間をかけさせた。利点？まだお帰りではなかったのですね。教室の方にいらっしゃらなかったので、もういらっしゃらないと思っていました。私もまゆみさんとお話をしていたら、本当ですね。
一緒させていただいてもよろしいですか？ですが、リン様にはリン様のご予定というものがありますし。ですが、一月半も皆さんにお会いできないのかと思うと、ちょっぴり寂しいです。ひょっとして今日の聞いて。すみません。確かに
お聞かせする機会があればとも思うんですけれど、おそらくその機会はないと思います。歌は嫌いですから。はい。歌は嫌いなんです。あれはレクイエムですから。すみません、自分の歌がいろいろと噂されているのは知っていますけれど、私は歌いたくないんです。私は歌なんて。暑いよね。暑いの好きだもん。自体は別に嫌いじゃないんだけど、でも正直こう続くと鬱にもなるわよね。このさえ恥も外聞もなくスカートの中まで仰ぎたい気分よね。うん、やめておくことを勧めるね。真由美がやったところで誰も喜ばないし、体を張って笑いを取りたいなら止めないけれど。やりませんって。これでも裏書き乙女ですからね。最後の一線を越えるには度胸が足りないのですよ。寒くなるわけでして、私寒いの大好き。冬ですか。
ねえ、リン君、バーベナ学園の冬服ってどういう服なの？うん、衣替えまでにはもらえることになってるんだけどね。今はまだなの。やっぱりちょっと袖が伸びるだけ？キャラメル、お仙人キャラメルはいかがですか？チーズケーキ一つ。人生は楽しむものよ、リンちゃん。どんな小さなイベントだって工夫次第では、それはもうとっても驚きな大イベントにできるものなんだから。なっちゃったものは仕方ないわよね。ほろ苦い1ページってことで。まず惚れ直しちゃうから。アセちゃん、楓さん、準備 OK ですわ。参りましょうか。皆